ルーク・デイビッド・アイリングは、イングランド・ロンドン・ランベス出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リーズユナイテッド FC 所属。ポジションは DF。ルーク・エーリングと表記されることもある。10歳の時に、アーセナル FC のユースアカデミーに入団。2009年にトップチーム昇格を果たすも、出場機会を得られず、ルーキーシーズン途中にFリーグ1のヨービルタウン FC にローン移籍し、2010年夏に完全移籍。以降主力選手に成長し、2012から13シーズンは昇格プレーオフを勝ち抜きFLチャンピオンシップ昇格した。しかし2013から14シーズンは2部リーグ最下位に終わり、1年で3部リーグに降格。2014年7月8日、ブリストルシティ FC と3年契約を締結。加入1年目の2014から15シーズンは3部リーグで優勝し、2部リーグ昇格に貢献。2016年8月11日、リーズユナイテッド FC と3年契約を締結。加入3年目の2018から19シーズンは2部リーグで3位に入り、昇格プレーオフ出場権を獲得するも、1回戦で敗退。翌2019から20シーズンは2部リーグで優勝し、2003から04シーズン以来のプレミアリーグ復帰が決定。エーリング自身も初のプレミアリーグでのプレーが実現することになった。2020から21シーズン開幕戦となった2020年9月12日のリバプール FC 戦で先発起用され、念願のプレミアリーグデビュー。試合は前シーズン王者相手に互角以上の戦いを見せ、アイリング自身の右サイドから積極的に攻撃を仕掛けた。しかし、モハメド・サラーにハットトリックを決められ、3から4で敗れた。ありがとうございます。